ジェームズ・パトリック・ケリーはアメリカ合衆国の SF 作家。1972年のウトルダム大学で英文学の学士号を取得し卒業。大学卒業後、1977年まで専業プロポーザルライターとなる。1974年と1976年のニ度クラディオンワークショップに参加する。1980年代、友人であるジョン・ケッセルと共に、 ヒューマニスト、サイバーパンク論争に巻き込まれる。ケリーとケッセルは共にヒューマニスト派であったが、ケリーは、ザ・プリズナー・オブ・シー・ e オンやラットなど、サイバーパンクライクな小説をいくつか書いていた。1975年初著作を刊行。以後中編から短編において、SF の主だった賞をいくたびも受賞する。現在もまた、クラリオンワークショップやシカモアヒルワークショップなどの、 SF 関連ワークショップにたびたび参加し、指導を行っている。また1998年より、ニューハンプシャーステートカウンシルオンジアーツに加わり、2004年議長に就任する。現在は、サザンメイン大学ポピュラーフィクション学部に属し、ストーンコースト MFA プログラムのため、ケリー・リンクと共に、クリエイティブ・ライティングの教弁を取っている。アシュモフ氏の熱心な寄稿者の一人であり、 かつてノンフィクションのコラムオンザネットを数年にわたって連載していた。過去12年間のアシモフ氏の6月号にはケリーの作品が掲載されている。ありがとうございます。